はい、じゃあね、2019年の1月の14日が終わったところです。はい、昨日はエリア代表決定戦お疲れ様でした。せいやさん、お疲れ様です。お疲れ様です。どうだった？優勝したろ、当然。してない。え、なんで優勝しなかったの？なんで優勝しなかったの？なんでですかね。遠慮したの？遠慮しました。遠慮しちゃったんだ。奥ゆかしなんだこの顔大会で何があったか教えてください。大会で、うん、会場行っていいのか。何が？ああ、大丈夫。うん、ラブ&スターカンパニーさん、はい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 、まあ、高橋さんの、うん、まあ、チームっていうのかな、うん、その人の、うん、まあ、代表の一人から、うん、せいやさん大ファンなんですってサインくださいって言われたんです、マジ顔ででサイン書いたの？サイン書きました。竹山はどう思う、それについて。いやー、まあ、いい趣味しますねいい趣味しますねどういう意味まあでもいいんじゃないですか、そういう個性的な人もいるちょっとなんかダメくさってまあいいんじゃないですかみたいな。今チャック開いてますよ。チャック開いてちなみに竹山さんも昨日のオアシス CS では話題になって、竹山さんの大ファンですっていう小学生がいたとかね。びっくりしましたね。びっくりしたね。そういうこともあるんですね、竹山さん。その点についてせいやさんどう思いますか？いいと思いますまあデスソースがね、多分ね、やっぱ売りなのか。最近飲んでないから。飲んでないんだ飲んでるっていうこと。まあまあまあ、はい、わかりました。じゃあせいやさん、大会は結果教えてください。2-4 2勝4敗。はい、はい、お疲れ様でした。次のあの0-2の時に帰ろうとしたろお前。もう帰ろうとしましたもう秋葉行こうかなと思って思い出のデッキ全部売ろうかなって思って。うん、そうですね、っていうことです、ね、はい、しかも会場で君うるさかったそうなんで、はい、おとなしくしろ、恥ずかしいから焼肉に変身しておりましたけど、しかも俺のしかとしかとしか、はい、俺の話一切聞いてないもんな。はい、マッチーさん、はい、昨日お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、せいやを含めてうちのメンバーの引率お疲れ様です。いやー、どうだったんすか。いや、ほんとたまたまなんですけど、うん、僕の対角線上にいたんですよ、せいやさん。割と近かったんですよね。あ、試合するときにね、うん、試合する前の、うん、とりあえずみんな着席しとけっていう席。はい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 、割と近かったんですよね、うん、周りのやっぱガヤガヤっていう声と、うん、あと一人だけ際立ってせいやさんの声だけ聞こえてくる何言ってたのこいつは。分かんない分かんない、負けたーみたいな、そういう感じの。いや、縁河町も言ってたじゃんね。縁河町でもお前の方がうるさいもんだってしかもお前なんか知らない人に行きってたらしいじゃん、なんか バスターがとか。そうなんですよ。いや、あれはその場の空気。どういう空気、はたからこれ聞いた話なんで、ちょっと僕直接見てないんで何とも言えませんけど、はたがどうやらせいやさんのなんか5回戦ぐらいなのかな、分かんないですけど、うん、座席近くにいたらしいんですよね、うん、だ対戦相手の人に向かってなんか、うん、バスターならくでてるのにゃーとか言ってなんか言い切ってたっていう、うん、俺だってそう思ってるよって向こうは思ってるよきっと。そう、だから本当対戦相手の人に、いやー本当対戦相手の人そんなこと言われたらもう本当に口悪く吹っ飛ばしてもいいんじゃないかっていう。うん、そうですね。あ、ですよねぐらい愛想笑いしたのかな。申し訳なかったね。申し訳なかったな。はい、せいやさん、はい、生きりはほどほどに。はい、はい、大ファンの人がいてよかったね、せいやさんね。はい、まあ、全く響いてね。そうですねちなみにね、2人も含めてブックメンバーが全員予選通らなかったっていう情報が入った時に、うちの店にいました竹山さんは、俺がいねえとしょうがねえなって、もう俺がいねえとやつらしょうがねえなみたいな雰囲気で CS で予選突破しましょう。まず予選突破しましょう。竹山さんがおっしゃってました。はい、まず代表取ってから。あ、全部また言ってる。代表取ってから。なんでお前そんな上から。だって連続で取ってるもん。ああ、そう、代表は代表は、まあ、代表は次頑張りましょう。来年いや、まず GP がね、GP が GP あるんで。 GP 行くんだ。 GP 行くの。行ってみたい。おっ、いよいよ、うちの秘密兵器が出るか。ツーブロット来年使えると思う。来年まだオラマハ使えるぞ。おっ、オラマハ電動ありますか。電動ゴマ。あ、電動ん、電動ゴマ。ツーブロと電動構築。あ、電動構築、はい。どっちも出ます。どっちも出るんですか、せいやさん。ツーブロ引退したんじゃねえか。ツーブロは、いや、確かに全部カード売ったって噂があるよね。うん、いや、全部売ってますよ。ツーブロ引退したんじゃないか。え、だってフォーマットは変わるじゃないですか。だってフォーマット、え、 DM も使えないじゃないですか、その時も。フォーマットの意味分かってるんですかね。分かんない。フォーマット、はい、もう分かんない。みんな黙っちゃったまあでも、うん、竹山さんが、次回は竹山さんが一緒に行ってくださるそうなんで、そうですね、はい、安心ですね。03でしょ。すいませんでした。言うて俺も GP 勝ってないからそこ頑張らないと。
これどの辺を好きになる？ファンになる人の心理として、どの辺を分かんない。むしろどんどん嫌いになります、ね。なんかね。この二人のファンは何を見てること？分かんない。竹山チャンネルはでも面白いじゃん。ほらマッチーが編集してるからさ。マッチーさんのおかげです。うん。ああマッチーって言っちゃった。バラしちゃった。竹山曰くなんか俺の子分が編集してるから。ああそっかそっか。次は僕がやんないと。次はね。かけないと。うん。こう坂の中の。そうですね。二人の会話分かんなかった今。ちょっとないっていうか。とりあえずこれなんだこれ。とりあえずマッチさんに教えてもらって。うん。まあ仕方なく勉強してもらって。何？仕方なくっつったぞ。ゴニゴニしゃべる。そんなこと言ってない。俺は。もしかしたらあの噂のせいやチャンネルとかチャンネル登録抜くんじゃね？もうすぐ。何いるんですか。大物にツイッターフォローされてるせいやさん、結構大変にいろんな人にフォロワー582だっけ。いいよ、目線いただきました。目線だけもちらっといい。488。なんでその目線こうやって合わせる。目線合わせる。500フォロワーが582。そうなんだ。ツイッターがそうなんだ。で、YouTube が488。どうでもいいって言われてる。せいやさんの顔ってこうなんか歌舞伎みたいに超えてきますよね。アクションが大きいよね。なんでかね。リアクションしてんのが2人なんだよ。リアクションしてんのだわ。リアクションしてんの。あ、残り2人誰よ。竹山とせいやと。元気と元気さん。元気か。あ、元気ちょっとね。メサメの。みんな動物。チームごとで負けたーっつって言うからね。まあまあなんか。負けた時はそんなリアクションも落ちが少なさそうなんで。うん。落ちないね。はい、じゃあ落ちないんでその辺終わりにしましょう。はい、じゃあ昨日はお疲れ様でした。皆さん応援ありがとうございました。はい、マッチーさんお疲れ様です。はい。はい、失礼します。ご視聴ありがとうございました。今年も動画をたくさん出していきます。ご視聴よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくね。またね。